エラートの金曜モスク入り口のイワーミー・イワーンとは、イスラーム建築によく見られる、一方が完全に開き、三方が壁で囲まれて、天井がアーチ状となっている、ホール、または空間。七世紀に滅んだ、サーサーン・アサ、ペルシャで顕著に見られ、後世に見出されて十一世紀から十二世紀に、かけてのセルジューク朝の時代に、イスラーム建築の基本的な設計単位として、 定着した。イーーンは通常中庭に向けて開いており、公共の建物だけではなく私的な住宅にも使用された。ペルシア語ではイーバーンエバーンなどとも言う。バグダード郊外クテシフォン遺跡にあるホスローのイーワンサーサン朝時代にホスロー一世が建設したと伝えられる。エスファハーンの金曜モスク、北の e ン上部の戦闘型ボールと奥に見えるのは 南の E1E1、e、は、トンネル型のボルトをかけた前方開放式の小ホールであり、半外部空間である。これが、サーサーン朝建築の伝統に由来している点では、ドームと同様であり、イスラーム化される、以前のペルシャの宮殿建築における王の、越権用ホールを継承しているとの指摘がある。部屋の四辺の内一辺を中庭などの戸外、時にはドーム室など、 より大きな空間に向かって開き、正面には大アーチが設けられることが多い。また、多くの場合、普通の部屋よりも大きく、天井の高い開放的な空間となっている。柱の内外空間としてのイワーンは、紀元前後のオリエント建築に誕生したが、イスラーム建築に採用されるようになったのは、12世紀のペルシャ世界が始まりとされている。大ドームと、 セットになることで、モスク建築に取り入れられるとともに、このイーーンとドームを組み合わせた形が、大モスク建築のスタンダードの一つとなって、13世紀には、エジプト、アナトリア、インドなどの各地でも採用された。サーサーン朝時代に建設された作例としては、イランのターゲボスターンのオホラ、コホラのような半円アーチのボールトや同じくサーサーン、朝の首都であった。 イラクのクテシフォン遺跡のような楕円アーチによるボールト構造がそれぞれ見られ、イスラーム時代に入って展開するイーワーンの形式の画がすでに見られる。現在多く見られるような戦闘アーチによるボールト構造のイーワーンがいつ頃定着したか、現存する古い作例が少ないためわからないことも多いが、アッパース町のバグダード建設直後の778年に建てられた ウファイディル宮殿に戦闘アーチボールト構造が確認され、9世紀後半のエジプトのイブントゥールンモスクや10世紀のイランのナーインの金曜モスクの列中のアーチ、中央アジアのブハラのイスマー・イール・サーマー・ニー・ビなどにも戦闘アーチが見られる。中庭を挟んだ対面式のイーワーンがはっきり確認できるのはセルジューク朝時代やガズナ朝時代のもので、11世紀の バズナーサのスルターン・マフムードがアフガニスタンのラシカルガー近郊に建てた宮殿遺跡、ラシカリバーザールは上部構造が崩落しているためどういった e ンの構造になっていたのか、総建時の姿はわからなくなっているが、中庭を挟んで東西南北に E1 の空間が設けられており、壁面を覆うアーチの列中飾り部分は戦闘アーチになっている。現存するもので、 後日の4イー,ワーン様式の最古のクラスの作例は、イスファハアンーン級市街の金曜モスクで、セルジューク町のマリクシャーの時代から度重なる、改修の結果、12世紀前半には、戦闘アーチを備えたほぼ現在の4イー,ワーン構造になったと考えられる。ムスタンスイリーや大学校内のムスタンスイリーや、マドラサイーワーンはまた、マドラサの中庭に面した各辺の中央にも設けられ、 抗議や礼拝の場として用いられた。マドラサは9から10世紀頃に、イランのホラーサーン地方で登場したローカルな施設であったようだが、11世紀に、セルジューク町のニザームルムルクがシーアハノブワイフ町やファーティマ町に対抗して、シャーフィー学派やハナフィー学派のスンナ派教学の専務のために、イランやイラクの主要都市にマドラサを建設したことによって広まった。 このニザームルムルクの名前を冠したニザーミーヤマドラサはイラン高原からイラク、シリア、アナトリア地方などセルジューク町の支配地域で多数建設され、その後のおのの地方の君主や有力者によって建てられたマドラサの姿となった。マドラサの構造は寮を併設し、中庭を囲む各辺は多くの場合、開花、会場ともに学生たちが寝起きする個室に充てられた。 言い換えればマドラサは、通常、中庭が、多数の個室や教場、礼拝室などによって取り囲まれた構造をとっている。1233年に、アッパース町、カリフ・ムスタンスイルによって建てられた、バグダードのマドラサ・ムスタンスイリーヤも、このような設計によっている。11世紀に、マリクシャー・イッセイラによって、南ドームの建てられたエスファハーンの金曜モスクでは、 1121年から1220年頃にかけて、南、東、西、北の順に中庭に面して4つの E1 ンが建てられた。4E1 ンの建築におけるプロセスやその理由については詳細不明であるが、それぞれ異なったスタイルを持っており、そのスタイルや建築様式の違いから、同時にではなく間隔を置いて順々に建てられたものであると考えられている。また、 各イー,ワーンはそれまでのイスラーム世界で見られた古典的なイーワーンスタイルではなく建物との区別をつけるための四角い枠取りが行われた新しいスタイルのイーワーンであった。サファビー町のキャラバンサライの平面プランでこうしてセルジューク町の時代に成立したモスクの新しい形式は四辺にイーワーンを持つものでジャハール・イーワーン式と呼ばれている。ジャハール・イーワーン式は さらに南側の E1 ーーの背後にドームをかけることによって、聖地真っ赤のカーバンの方向を指し示すミフラーブの存在が強調されている。こうした建築構造は、モスクや常実のマドラサのほか、キャラバンサライにも採用されており、セルジューク朝時代の大正屋ドリバートイシャリフにもすでに見られる。なお、モスクの建築様式としては、ペルシャ型のチャハール E1 ーー式のほかに、 アラブ型のタチュー式、オスマン帝国型の中央街道式がある。17世紀のサファビー朝の時代に建てられたエスファハーンのイマームモスクもジャハール・イーワーン式である。エスファハーンの金曜モスク、南のイーワーンの内部装飾イスラーム建築に共通する内部装飾としては、幾何学文様、植物文様、そしてカリグラフィーがあるが、これらはいずれも 平面的な装飾と言える。それに対して、イラン独特の内部装飾としては、エスファハーンのイマームモスクや金曜モスク、シーラーズのバーキルモスクの入り口イワーンに見られるムカルナスがある。これは、建物の壁体に対し斜めに掛け渡したアーチ曲線が隅で重なり合い、交わることによってできる持ち送り場の凹面を伴った立体的な装飾である。 ムカルナスの著しい発達もまた、セルジューク朝の時代のペルシャであった。その他この時代のイラン建築の特色としては、構造、装飾ともに、レンガの利点が最大限活用されていること、また、最優タイルが盛んに用いられることが掲げられる。ありがとうございます。